目が疲れやすい、肩が凝る、原因不明の頭痛がする。こんな体の不調を抱える人は今からこの運動を行ってください。レッツゴー。3、2、1、ゴー。まず肩をこうやって回しながら膝を上げていきます。体の不調のほとんどが猫背による不調です。なのでこうやって猫背を直しながらさらに足を動かしていきます。走りに行くと体調って結構回復するんですが、はい、ちょっと休憩します。いつもかつも走りに行けないと思います。なので自宅でも簡単にできるエクササイズを今日は行っています。で、今度はこの手を後ろにこうやって引きながら、この足は内側の方を撫でるように上に上げていきます。この腕を後ろにやる動作というのも猫背改善で、この足の内側を触るような動作っていうので太ももの内側の筋肉を使います。この手のひら前で舌をうーって上に出しながら足を一緒にクロスしていきます。これも猫背解消です。普段と逆の動きを行っていきます。で、あとはこれを3周繰り返していくだけです。肩ぐるぐる回しながら足を上に上げて、これだけでも血行が良くなってきます。目の不調や肩の不調、頭が痛いみたいなものを全部これで解消していきます。自宅で簡単にできるランニングの代わりだと思ってください。この手を後ろにですね引いていく動作です。手を後ろに引きながら足は内側をなぞるように上げていきます。どうしてもデスクワークが多くなってきますし、スマホを見る機会が増えてきますので、巻き肩猫背になってしまいます。それを解消していくとほとんどの不調は改善されます。この手を前に、足を後ろにクロスしながら舌を上に、首の筋肉を伸ばしていきます。胸を張って手のひらを前、かなりポカポカしてきました。次で3周目です。ぐるぐる回しながら足踏みします。肩をしっかり後ろに行け、後ろに行けと言いながらやってください。膝もできるだけ高く回して、ぐる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 と猫背解消です。短時間でも効果があります。ちょっとしんどくなったなという時はぜひやってください。この動作ですね、この動作がちょっと難しいですが、肘90度にして手を後ろに
持っていきます。足の内側を足の裏でなぞるような、息も上がってきます。やっぱり有酸素運動というのが一番体にいいです。最後ですね、手のひら前に、足クロス、舌を上に、舌を高く、タイムコンプリティッツ。お疲れ様でした。皆さんどうだったでしょうか。この頭の痛さとか、この首の張り、肩の張り、そして目の疲れ、こういったものっていうのは本当はランニングを1時間ぐらいやった方が解消できるんですが、いつでもランニングに行けるわけではないですし、雨が降ってる時にもあります。なので毎日毎日この動作3回繰り返すっていうのがすごくミソになっています。ちょっとだるいなと思った時、それから、だるくなくっても生活の一部として取り入れてもらえたらいいかなと思います。やっぱり 40、50 代になってくると、なんか原因不明の体の不調っていうのも多くなってきます。そういったものを有酸素運動や普段猫背になっているのと逆をしてもらう、普段の姿勢の逆をしてもらうことで十分に解消していくことができます。まずこれからやってみてください。僕も毎日これを行っています。やってみた感想をぜひコメント欄に書いてみてください。高評価ボタンとチャンネル登録もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。